はようございます、どうからです。さあ今日も元気にウニグレブ2021やっていきましょう。まずは前回の動画で皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。まずは2位にかっけよさんから、スタメン4人の生命力小腹なりでそうということです。特にビエラ・ルンメニゲは本当に最後の最後まで残ってくれることを心から祈りたいと思います。続いてジョージ・ガンバさんから、 P いつも通りでいいよ、 K こっちもいつも通りでいこうぜ、いつも通りの結果で爽快ということです。いつになったら私はマイクラで勝てるようになるでしょうか。最後にホリホリさんから、タイトルが英語の教科書に載ってる例文みたいでそうということです。ありがとうございます。ちなみに私がですね、芝中学校時代よく使っていた英語の教科書の例文にはトム・ケラーという方が出てきました。非常に懐かしいです。いやいや、あとアンハシムと。誰も知らない。いやいや、ジャストイングリッシュ、イズイット知りませんか。使ってない。知ってる方はいいね。まあ、いや、私立の中高とかでは一部出回ってるらしいです。出回ってる、いやいや、の教科書悪い噂みたいな。今回は、月曜日に撮影を行っております。クラブセレクションガチャいて体操を行っていきたいと思います。合計5クラブ来てるんですけれども、このガラタサラ以外の4クラブのガチャを引いていきたいと思います。まずはこちらアーセナルガチャから獲得を見ていきましょう。まあ、オーバメアンはね、私引きたいなと思ってます。ちょっと過去とね、しっかり比較はしたいと思います。誕生日おめでとうございます。いやまあ、ティア2選手もいいですね。確か前引いたかな。あ、ブカヤサカ選手は確かスーパーサブなかったっけ。ないです。まだスピード瞬発力これだけ高いのはいいね。オーバメアン、ティアニ、ブカヨサカ、この3選手を私は狙っていきたいと思います。さあ、パーターの方は、私はオーバメアンとスミスローが欲しいです。はい、スミスロー前も引きましたけどまた欲しいです。それではまず私から引いていきます。はい、さあまずは一発目引いていきましょう。誰が出てくるんでしょうか。私から引いてみます。これはティアニか、違うな、34番グラニト・ジャカ選手を引いてきました。まあ、スタミナは結構高めですね。フィジカルコンタクト80、キック力かなり強いです。まあ、ミドルは絶対あるでしょう。あ、かなりプレイヤースキル多いね。ミドルシュートもあります。あ、キャプテンシーもついてる形です。これはね、アンカータイプの選手ということです。まあ、これは中盤ボランチの機会になりそうです。さあ、それでは2回目引いていきましょう。誰が出てくるのか。オーバメアン欲しいけど、おーっとラカゼット、おーっとラカゼット、完全オーバメアンって言おうとしてたけど、はい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 、アレクサンドル・ラカゼット引いてきました。決定力89あります。あ、スキルがこれだけあるのはいいね。ワンタッチシュート、ワンタッチパスもあります。チェイシング、マリーシャドウも持っています。ラカゼット選手引いてきました。さあ、それでは3人目いきましょう。アーセナルガチャ、誰引いてくるか。これは来たんじゃないの、オーバメアン。イエローオーバメアン持ってきました。いいね、これ嬉しいよ。98、96、さすがのスピード瞬発力です。うん、決定力も90あります。無回転シュート、ワンタッチシュート、 OP 撃破、キャプテンシーも持っています。これは非常に楽しみです。それではこの後ポンピーがアーセナルガチャから引いていきます。はい、ポンピーのアーセナルガチャ1回目です。オーバメアン来て、やめてよ、オーバメアン来んな来んな、やったー、一発でか、オッケーオッケーオッケー。いやー、引いたことなかったんで欲しかったんです。オーバメアン一発で引かれるとは、一発も、さあ2回目引いていきます。スミスロー欲しいよ、こうなったら。よっと、誰だ誰だ、ホールディングか。まあまあ、俺前引いたけど彼が転身した記憶あるな。はいはいはい、え、なぜ転身した。いや、自らの、いや、そんな転身の競技の末、はい、ちょっとね、スピードはあんまないかもな。そう、身長も足りてないけども、まあ、ディフェンス系はいい感じです、ね、足りてないっていう方も、いや、世界基準な、あなたよりはね、フィジカルもまあまあありますね。はい、インターセプトマンマークいいね。とりあえず頑張ってほしいです今日は。はい、お願いします。さあ2回目のガチャいきます。3回目です。毎回2期と3間違えて、ごめん、心配になってきた。もうそう、そういうの分かった。スミスロー来た、いや、ちょっと心配でスミスローどころじゃなくなってきたかもしれない。本当に、いや、ずっと毎回なんか私は48だから、ここから8ずつぐらい上がるということですね。それを考えるとかなり強くなるね。
スキルはダブルタッチいいね。ワンタッチパスもいい。まあ全然まだ若いし、この逆足もいいですね。はい、期待できそうです。さあ続いてで、マースガッチャはローマガッチャ、獲得を見ていきましょう。こちらです。やめてよちょっとすいませんわかる選手がちょっと少ないな。もうちょっとごめんなさい、ちょっと正直に申し上げて、ここはまあ聞いたことある選手がマジでマンチーニ選手ぐらいしかいないな。マンチーニ本当に聞いたことはありますね。はい、あの監督のマンチーニと違いますからね。それで聞いたことあるだけか、ちょっとしますね。あなたローマガチャやめたらえ、知らない。その代わり私モナコ引かないんで。ああ、私じゃモナコ引いていいよね。それでいいんじゃない。知らない選手を対するのにこちらのガチャはすいません、出禁という形になってしまいました。その代わり彼はモナコガチャ引かない形になります。それでいきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、あなたの。俺も引いてほしくないし、じゃあまず発表しろね、欲しい選手を。はい、いや相当な思いだったから、マジョラレ、イバネス、ビジャールかな。ちょっと昨日クソみたいな試合したんでね、ローマは鳥の相手に。なるほど。マジョラレスーパーサーバーあります。はい、さあ一発目誰引くか。これはあっとベレトゥかな。まあまあまあベレトゥでも持ってるかな。はい、ちょっとソバギノールが動画出してないんでね、ちょっと分かりません。ああ出してないのかまだ浮かれてるのかな。素直におめでとうって言えないかもしれない。オッケーオッケー、ちょっと電話してみるの。やめてよそれを。さあベレトゥ能力こちらです。まあまあまんべんなくいい感じですね。はい、 PK キッカー、まあ、ローマ蹴ってるの彼なんで。さあ続いて、ローマガチャです。誰が行ってくるのか。マジョラレ、いやーカルスドルペか。ほう、タトゥーは全然ないんだね。ちょっと黄色が多いな。緑が少ない。いや、何にそう黄色信号みたいだからそういう活躍に、そういうことよ。黄色多いなっていうことやめてよ。黄色ベンザはいいまあこの7能力スキルになっていました。さあこれがラストになります。マジョラレ来て誰来るのか。全然希望の選手来てない。これはイバニス、イバニス。あ、イバニスか。はい、オッケーオッケーオッケー。イバニスは欲しかった、38だから、6ぐらいは上がるしね。はい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 。まあ、ワンマークインターセプトはスキルもまあまあいいんじゃないでしょうか。闘争心もあるし。はい、どうされました。おめでとうございまーすいやはい、ちょっとね、あのおめでとうございます。誕生日ありがとうございます。のつきですかこれ、もしかして。いや、違います違います。本当にローマのやつあるんですねローマの動画出てないですよね。ちょっと失礼いたします。やめてよ。いや、失礼いたします。情報が入ってこなかったことですか、ローマのリーク情報は。いやちょっとローマの方はメッツがいただけなかったんで、ちょっと逃げさせていただきました。あ、もうじゃあ動画出ないってことですね。ちょっとローマはい、申し訳ないですけど、まあただもし何か必要であれば情報は送らせていただきます。それはということで上田さんでした。良い誕生日お過ごしください。ありがとうございました。この金曜日またよろしくお願いします。金曜日よろしくお願いします。それではこの後対戦していきます。それでは続いて私モナコガチャを確認していきましょう。ちょっととすいません、ローマガチャの時わからない選手が多いと言ったんですけど、ちょっとこちらの方もだいぶわからない選手多くなってます。まあベン・イェデルはいつ聞いたことある選手かな。まあフィファの方ではね、かつ指揮は確かにしていました。あのベノア・ベディアシュレ強いって聞きましたね。え、どなたから。いや、界隈から。界隈って言う、そういう声が漏れてる。まあ、はい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 、ベディアシュレ選手が強いと。ほうほうほう、なるほど。あ、50まで上がっていくんだね。身長194センチ、世界基準超えです。でこっから8位だから、もうフィジカルもまあほぼマックス。すごいねこれは。じゃあベン・イェデル、そして今界隈でも評価高いベディアシレ選手、この2選手狙っていきたいと思います。それでは行きましょう。私のモナコガチャ一発目、希望してる選手来られるんでしょうか。さあこれは金やめてよチュアメニという選手。いいね。ちょっとこれはスタメンに黄色信号が多いな。いやいや、だってもう8上がるか、まあ確かに。プレイヤースキルはこのような形になっています。ちなみにさんでした。さあ2回目のモナコガチャになります。まあベン・イェデルか、北京か。おっとおっとおっと、
いや誰だ、いいディフェンダー来たんだよこれ。来たか、いや、お、来た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 、ベディアシレ、気をついた選手引いてきました。まあ、ここから8ずつ上がることをね、先ほど言いましたが考えると、これかなりいいんじゃないですか。もう育てれば全然キャンベルみたいな感じになれるんじゃない。はい、ここはちょっとレベママでなんとか持っていきたいところです。ヘッダーマンマークインターセプトもついています。もう後釜としてやめてよ、放出前提は、もう前転してないのあなたぐらいですけどね、はい、そうそうそう、はい、モナコガチャラストです。2人行ってくる、乱水、いいぞ。なになに、金がまずいなこれ。オファーなんてもう聞いたことあるな。強くなるんだよね、もうこれも強く、うん、レベル40、ちょっと黄色信号がとスタメン一緒にブレーキランプ、回転滅はスキルも、いや、お前ができるスキルこんくらいだ。分かった、オッケーオッケー、リアルに、うん、さあ続いてはユベントスガチャになります。格闘校から見ていきましょう。まあ当然クリロナ狙っていくのはまあ当たり前だよね。ローシューバーもいいね。あとラビオ、ラビオは身長も高いんでね、あの中盤にしてはプレイヤースキルもこれだけついてますということで、ラビオとクリロナ狙いでいきたいと思います。クリロナ来てくれー。俺何も言えはずに、あ、間違えた、始めちゃいました。怖い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 、一発目俺の、あれ、え、なんだろうか、あ、ラビオかな、どっちだい、ラビオ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 、はい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 、アドリアンラビオ、スタミナもまあ高いしね、先ほども言ったようにプレイヤースキルもこれだけあるという状況、ここから5ずつ上がっていくような状況になってます。いいですよ。さあ続いてマイクラブガチャ2回目いってみましょう。誰を追ってくるか、イベントス1番誰だっけ、あ、ラムジーか、アーロンロ、中盤多すぎだろ、うん、もちろんラムジー選手素晴らしい選手なんだけれども、いや、普通に2列目から飛び足いいんじゃない、はいはい、とビエラの最後が、いや、元アーセナルだしね、まあ、ビエラの後継者っていいんじゃない、誰持ってくるか、おっと来た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 、わクリスティアーノ・ロナウド、最後に私のところに微笑みました。さあ能力こちらに、いやー素晴らしい、これはさすがにこれは全員アイドルより強いはずなんでね、こっちに寄せて育てたいなと思います。さあ最後にクリロナを引いてきました。スキルこんだけ持ってます、活躍楽しみです。それでは最後ポンピがユベントスガチャいきます。まあ笑顔にはさせない、うんうん、にはさせる私を。まあじゃあ一応あなたユベントスガチャの方で欲しい選手の方は、まあクリスティアーノ・ロナウド、アレクサンドロ、フェデリコ・キエザかな、その3人を空狙っていきます。さあ今回ラストガチャ引きポンピユベントス1発目、アレクサンドロ特に欲しいかな。おっとおっとおっと、これはあ、俺、あれ、いや、デミラルか、お、メリフ・デミラル選手です。どうですかデミラル選手の能力については。いや、若くてね、これだけ緑もあるしね、うん、まあ、フィジカルコンタクト強いのいいし、で、まあまあ身長もあるしね、うん、スキルもいい感じ、期待できそうですこれは。はい、お願いします。さあ、イベントスガチャ2回目です。アレクサンドって、クリロナー食うなよ。あ、レクサンドった、おー、ロシューバー、オッケーオッケーオッケー、ちょっとこれ欲しかったんで、まあ、ティアニーもいるけどね、アレクサが反応してるわ。え、どういうこと、あいつはやめてよ、ピオマサのアレクサはやめてよアレックスに反応はやめてよ、アレックスサンド、まあ、スタミナもスピードもあっていい感じかな。いいね、俺は俺も欲しかったな。スキルはこのような形になっています。ワンタッチシュートとかあるんだね、ワンタッチパスもいいね、はい、サイドバックで、ロナウドかキエザ、さあラスト一発です。キエザでもいいよ、来ちゃダメだ来ちゃダメだ来ちゃダメだ、ロナウド持ってるから、キエザ、うーん、オッケー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 、フェデリコ・キエザを引いてきました。
まだこっから5ずつ上がるし、スピシュンも素晴らしいね、すでにちょっとスキル少ないな、はい、スキルなんか追加させてあげたいぐらいですね、これは。プレイヤースキルミドルシュートとダブルタッチついています。それでは獲得した選手を使ってこの後対戦です。彼らを守りましょう。さあ今回珍しくチーム力は私の方が上という状態になっております。それでは試合を行きましょう。さあそれでは試合も両チームスターティングメンバー見させていただきます。まずは私からです。ちょっと今回ね、かなり中盤の選手を多く獲得いたしましたので、コンテで3バック3-5-2のフォーメーションにさせていただきました。で今回メンバーに入ってる中で言うと、ラモス、ノイア、この2人以外は全て今回獲得した選手になっています。クリロナはね、今回ね前回のレベトルに争奪させていただいて、今回は左サイドハーフでの起用となってます。2トップはこんな感じですね。各選手の調子このような形になってます。まあ控えのムバッペ、ビエラ、プジョルなんかも絶好調なんで非常にいいですね。各選手のレベルはこのような形になっています。さあ一方あなたの方は、ムバッペとドンナルンマ以外が今回引いた選手なんですが、かけそばさんに電話したにもかかわらずイバネスとベルト新しい方をレベルトレーナーにしてしまいました。はい、何をしてる、マジリアルに何をしてる。それは本当にそれは申し訳ないんで、私はもうアイコニック2人前進させます。後でやめて、そう男気を出そうとする。いやそれぐらい悪いことだと思って。まあまあまあ聞いといて、これはね、はいはい、さすがにちょっとひどい話になっちゃうんで、はい、いやそれぐらい全然やります。オッケーオッケーオッケー。じゃあもし俺勝ったら3人ってことでいいですね。はい、もちろん。よし行こう、頼むぞ。頼むよ、オーバーメア。オーバーメアこっちもいるからね。ラカゼットちゃんも頼むよ。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よーい、ナイス、ナイス。行こう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 。私は今回監督ペトコビッチです。はい、いいよ。いいですよ。行って行って。ロナウド上がっていく左サイド。クロスを選択。いやー、マネーか。ローマが結構中央の選手がサイドに流れてボールを受けようとしてるんですよ。エバーベイ。デミラン。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。キエザー。やべえ。いいよ。うわっとしたボール。いやー勝てないか。いやそこ。これ拾って。オーバーメアン。いや。ナイス。オッケー。いや。ナイス。まずい。いやー負けるかそこ。いや危ねえ、アイスクリア。いやちょっとスミスロ疲れてんな。ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。いやー惜しい。いいとこに入れられないから。うん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 、オッケー。でもね、大体遠すぎる、近すぎるキーパーに取られて、うん、いいよ。いやいや、それがひどいなぁ。ちょっとラカゼットだいぶ疲れてんで、エムバペに変えます。スミスローゼフチなんで、シャビアロンセ変えました。やめてよ、やめてよ。はいはいはい、調子マジで悪い。オッケー。アレックス・サンドロ。いや強いね。えぐいっと、マイファールか。シャビアロンセ。よし、何やんな、反応遅くなんだ。いやファウルだからでしょ。だからそこはもうすぐにカーソル合わせなきゃいけないっていう、それは別にゲームは問題ないよ。もうはい、ナイスパスよ。はい、積極的に行きたいですね。いやいや、あっぶねえ。ファウル、何、あ、ファウルか、前も。え、は？え、なになになに。え、なんでこれがファールなんてなのか意味がわかんねえんだけど、マジで。しょうがない。ラムジーに変えてアンスパティです。ドッティとロナウド入れました。いやー、これなんか。そうか。オッケー。かー。運んで運んで運んで。
追いつかないかよ。いやー、出ちゃった。ちょっと急ぐ、時間ない、時間ない。もう終わり、終わり、終わり。完全に終わりです。クリアで終わり。オッケー、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 オッケー。はい、ということでね、ちょっとこれはあのかけそばさんの急ぎということで、ポンピーノからまずは2人アイコニックレベトルに転身になります。じゃあこの1から17で同じ数字を出さないで生成ボタン2回やります。これはレジェンドも含まれてるってことですね。レジェンドはベッケバーバだけです。はい、終わりました。せーの、いやーっと、彼は生命力がなかったのがいきなりバティス天使、これはいけない。待てー、やめて。もう一人いきます。はい、せーの、これバティありがとう、さよなら。さあ、そしてポール・スコールズもここでお別れとなってしまいました。スコールズもありがとう。さあ、続いて本丸の方です私ついにこの5人になってしまいました。ランスメーカーで1人決めていきます。もう怖いよさすがに。せーの、いやー、いやー、カピタン、プジョルも毎回使ってるけどね。1と3は残るか。1と3なくなり次第崩壊ですこのクラブは本当にプジョル守れないって言うの。今までありがとう、さよなら。プジョルありがとう、また近場しましょう、さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします